新規700年、今回紹介するのは、信仰二人と、聖の観光だぜ。今回は紀元前690年頃から紀元前640年頃の話をしていくぜ。神はこの頃から他の諸侯との関係が史書に記述され始め、天下には、覇者の原点にして頂点、聖の観光が現れる。春秋の世に秩序をもたらした覇者、観光。その実績をゆっくり紹介するぜ。今回は新成分少なくない。春秋語派が出てくるしな、時代の情勢を語るのに外せないだろうよ。ちなみにこの時代、春秋語派が4人生まれているぜ。5人のうち4人も。それがな霊夢、春秋語派は5人じゃないんだぜ。諸説あって、10人以上いるんだ。まあ知ってましたけど、春秋語派について詳しくは、当チャンネルの動画、春秋語派が10人以上いる件、をご覧ください。この動画の概要欄にリンクを貼っておくぜ。さて、動画の宣伝も終わったところで、今回の新規を始めていこう。あいあい。この動画は歴史の真実とロマンを追い求める、鳥人間の提供でお送りします。神は銃を征伐し、領土を広げ、国力を高めていったぜ。また、領城を首都にして、東方進出への準備を進めていたぜ。今回は特攻の次の時代、先攻の代だ。この先攻の時、神は神と交戦した。神と神との長く複雑な関係はこの時代から始まるぜ。ちなみにこの時は神が勝利したぜ。先攻がなくなると、その弟の成功が後を継いだ。成功の時、秦に領伯と税伯が入庁したぜ。小国とはいえ、諸侯国が秦の勢いを認めたのだぜ。順調に力を伸ばしてきた秦は成功の次の代で、春秋時代での最盛期を迎えるのだぜ。春秋の覇者、秦の墨攻の登場だぜ。墨攻来た、勝った？墨攻はこの時代を彩る、4人の覇者の一人だ。秦の歴史で上位に入るこの名君の代で秦は天下に覇を競う。といったところで、今回の秦の話は終了だぜ。はぁ、盛り上がるところで終わりですか。残念だが、今はここまでしか秦の時を進められないのだぜ。なぜなら、墨攻に少し先行する時代に、聖の観光がいるからだぜ。観光に触れずして春秋時代は語れない。春秋時代に秩序をもたらす、覇者という存在とは何か、聖の観光について、ゆっくり紹介していくぜ。先に覇者について少し説明しよう。覇者とは、1、他国を圧倒する軍事力を持つ。2、諸侯を集めて改名を開き、天下を取り仕切る。3、小国を守り、滅んだ国を復興する。4、異敵を討ち、諸国の安寧に貢献する。この4点のうちのいずれかの条件を満たせば覇者と言われるぜ。覇者は改名を開いて周辺諸国をまとめることが多い。諸侯の中の諸侯、諸侯をまとめ導く存在、というわけだ。覇者は大きく分けて2つのグループがある。北方の覇者と南方の覇者だ。地理的に北に位置する聖や神は北方の覇者。そや後に登場する呉や越は南方の覇者だ。北方の覇者。衆と深いつながりを持つ聖や神は、覇権を握ると、名目上は衆王を頂点にした体制を作った。それに対して聖衆時代に番位とされた南方の覇者たちは、衆王中心の体制ではなく、自らを中心とした体制を作った。そ、呉、越が春秋時代、すでに王を名乗っていたのも、彼らがもともと、衆王朝の秩序の外にあったからだぜ。春秋時代の前期は、南北の勢力のぶつかり合いと見ることもできる。二大覇権国、聖と秦の動きをこの視点で見るとよりわかりやすいと思うぜ。ちなみに、我らが秦は、国の位置は北方だが他の北方の覇者に比べると、衆との関わりが薄く、秦は衆を持ち上げることはせず、北方の諸侯の中心となることはなかったぜ。秦は我が道を行くのよ。さて、やっとこさ聖の話に入れるぜ。いよいよ観光の話ね、脱線が多すぎるのだわ。残念だったな霊夢、話は聖の建国より始めるぜ。はぁ、あ、
清は大公望が周王に封建されたことによって建国された。建国後の歴史は他の諸侯国と同様に、明らかになっていない部分が多いが、13代目の帰公から動向が明らかになってくる。帰公はその父曹公と共に諸国と同盟を結び、昭伯、となったとされている。昭伯の伯は、は、を意味しているぜ。この諸国の同盟関係をまとめる昭伯というポジションが、帰公から受け継がれていき、漢公の覇者の地位の基礎となった。漢公は一代で突然覇者になったのではなく、同盟の統括者の地位を、引き継いでいき、ついに覇者となったんだぜ。漢公、家紋。やっと漢公来たー。これより漢公の紹介に入るぜ。漢公は第16代目の成功だ。漢公がその座に着くまでは紆余曲折があった。漢公の兄、上皇は暴君であったと言われる。身の危険を感じた上皇の弟九和呂へ、その下の弟漢公は虚へ逃れた。九の教育係だったのが漢中、漢公の教育係だったのが奉祝だ。清の上皇はその後暗殺され、暗殺した皇族が位を継ぐも、一年で殺された、清の皇位は空白となったのだぜ。ここから九と漢公の熾烈な皇位継承レースが始まる。先に清に帰還した者が次の成功となるのだ。先に空位の情報が入ったのは漢公陣営だった。清の大夫が、漢公を密かに呼び寄せた。情報戦を制した者が勝つ。これ戦いの常識ね。漢公が先に今日出発できた。しかし呂へも清の政変の情報が入ると、呂は軍を出して急を援護したのだぜ。どっちが先に清へ到着するのかしら。先に出発した漢公の方が圧倒的に有利だったぜ。先行する漢公に焦る旧陣営は手段を選ばない、暗殺団を差し向けるぜ。この暗殺団は旧の教育係の漢中が直々に指揮をした。漢中は大変な知恵者、立ちどころに漢公陣営の居場所を突き止め、移動中の漢公を狙撃したぜ。暗殺団の放った矢は漢公に命中し、漢公は倒れた。漢公が死んだ?首尾よく漢公を仕留めた旧陣営は呂軍と意気揚々と清に乗り込む。しかし、彼らを出迎えたのは清軍だった。漢公に当たった矢はベルトのバックルに当たり、漢公は無傷だったのだ。とっさに死んだふりをした漢公は相手の油断を誘い、先に清に到着していた。清軍は旧陣営を粉砕、皇位につけなかった九和呂で処刑された。呂軍と敗走した漢中は、呂と清の関係修復の手土産として清に送られた。漢公暗殺の首謀者、漢中はどんな残酷な刑に処されても、文句を言えない立場だったぜ。この時、漢公の教育係、奉祝が進み出ていった。我が君がもし成功のくらい程度で満足するのなら、私を用いれば、それで十分でしょう。しかし、天下の覇者になろうとするのならば、漢中を用いなければなりません。よっしゃ、じゃあ漢中を許そう。と漢公が即決したかどうかはわからないが、漢公は漢中を用いることとなった。土用の広さが漢公の良いところね。奉祝は若い頃から漢中の親友で、漢中の能力をよく知っていた。漢中と奉祝の関係は後世に漢方の交わりとして、熱い友情を表す言葉となったのだぜ。漢中を手に入れた漢公は、覇者の座へと駆け上がっていく。漢公が皇位を継いだのは紀元前685年の出来事だった。宰相に任じた漢中によって清の国内は安定し、漢公は積極的な対外政策に打って出るぜ。前681年、呂との戦争に勝利した漢公は講和条約で、呂から土地の割譲を受けようとするも会合の場で、呂の将軍が漢公に刃を突きつけて土地の割譲を諦めるよう脅した。漢公はその場では脅しを受け入れて土地の放棄を約束するが、後になって腹が立って、呂の将軍を殺し、土地を奪おうと考えたが漢中に止められた。たとえ脅されて結んだ約束でも、これを破っては諸侯の信頼を失います。と、漢中が言うと、
それもそうかと観光は進言を受け入れた。自分を殺そうとした奴から、殺されかけたことを許してやれと言われて。お、わかった、と普通に言える観光ってかなりすごい人よね。この一件によって諸侯に観光の器の広さが知れ渡り、諸侯は観光に敬服するようになった。前679年、観光の覇者の地位を確立する出来事があった。剣の名と呼ばれる改名だぜ。改名とは諸侯同士の協力体制を約束する会議のことだぜ。主催者が中心となり、地域の安全保障体制を構築するのだぜ。この改名の主催者がすなわち覇者だぜ。剣の改名には観光の覇者としてのあり方が現れている。早速見ていこう。この改名は宋の内乱の戦後処理として行われ、この時、観光は州の王室を立てて、自らをその下の存在だと諸侯に示した。観光は君臣の身分をわきまえ、州王の守護者の立場を貫いた。神義による結びつきを重視し、州から周辺諸国の指導者として認められるようになった。式では、観光ここにおいて初めて語り、と称されている。観光は諸侯を代表する指導者としての地位を確立したのだぜ。成功になってわずか6年での出来事だった。その後、観光は諸侯の代表として、異敵との戦いを始めたぜ。観光は A を滅ぼした赤敵を討伐し、諸侯を率いて城を築き、A の国を復興させた。また、同じく赤敵に滅ぼされた K も復興させる。この観光の異敵討伐と国家復興の時期に、牧公が信仰の位を継いだ。牧公の登場は観光の全盛期だったぜ。もしかしたら、観光は牧公の良いお手本になっていたかもな。さて観光は諸侯の信望を得て改名を開き、異敵を討伐して国の復興を行った。残す覇領は何かね、霊夢君。はい、北方の覇者としての役割、それは、南方の強国、そう叩き潰すことだー。イグザクトリー、その通りでございます。当時、着々と力をつけていた蘇はその北の諸侯を圧迫していた。陳や蔡に圧力を加え、帝に侵攻するようになる。観光は帝の救援に諸侯を率いて駆けつけた。陳は観光側へ鞍替えをして、連合軍は蔡を攻めた。蔡を撃破した連合軍は蘇へと軍を進める。そして少量の地で連合軍は蘇と会見をした。連合軍は帝を中心にろ、そう、陳、帝、よ、そうである。強国の蘇も連合軍にはこうし得ず、少量の地で帝と講和を結んだ。帝は蘇に対して、周氏周王を擁護する者として接したのだ。漢中は蘇の帝王に詰問した。帰国は二つの点で周王室に不忠を働いた。一つは周王室に対しての貢ぎ物が滞っていること。もう一つはかつての周王、昭王が帰国に南征して帰ってこなかったことだ。この詰問にその西王は、貢ぎ物については我が国の落ち度であるゆえ、必ずお納めする。しかし、昭王のことについては預かり知らぬことである、と答えたという。西は蘇に対して周王室の優位を認めさせた。この和訳を少量の命という。観光はその北上を抑えることができたのだぜ。少量の命は前656年の出来事だぜ。この年、秦では政変が起き、孔子の長子が秦を出奔し、長い放浪生活に入るぜ。この長子こそ、この時代の4人の覇者の一人、後の秦の文公だぜ。また、秦の牧公にもこの頃、治世において重要な出来事が起きる。名臣、百里慶を得たのだぜ。牧公にとっての漢中だ。最初の覇者、漢公が活躍している間にも、時代の覇者たちも、歴史に登場したり、飛躍の準備をしたりしているぜ。さて姓の漢公が覇者としての絶頂を迎えるのは、前651年の、貴宮の改名だぜ。この貴宮の命では盟約の内容が明らかになっている。一を約こう者は殺せ、二を次を乱りに変えてはならぬ。三官職は無条件に世襲してはならない。四隣国が飢饉に苦しんでいる時、穀物の輸出を禁じてはならない。などの内容だぜ。お約こう者は殺せ、
とか国家間の取り決めの割に、道徳的な話をしているのね。そうだぜ、観光は諸行としての倫理を守ること、つまり中華文明の断りに、従うことを諸行に命じているのだぜ。倫理を規定し、精神すら支配する、これは天子の行うことだ。また周王室からは、文武の祖、と言われる。周の聖なる王である文王、武王を祀るための祭祀のお肉が、観光に与えられた。これは周王朝が開いて以来の伝統を観光が継承したことであり、観光の権威は周も認めたことになる。ここに観光の地位は頂点を極めたのだぜ。観光はこうして覇者の筆頭となった、観光物語、観、終わらせてはならぬ。ピークを越えれば、あとは下り坂だ。地球の名護の観光についてダイジェストで語るぜ。観光はその後、調子に乗る。天使にだけ許された、法然の儀式を行おうとして、漢中にものすごい剣幕でいさめられたり、漢中の死後、漢中に用いてはいけないと言われた家臣を取り立てたり、地球の命で諸侯に禁じたはずの後継者の突然の変更をしたりした。結果、漢公の死後、姓で後継者争いが勃発。漢公が死去しても、遺体が埋葬されることはなく、漢公の遺体には虫が湧いてしまったのだぜ。そしてその後、姓は弱体化、覇者としての地位を失った。姓の覇権は漢公一代のものとなってしまった。あらあら、悲しい終わり方になってしまったので、漢公の晩年にあった出来事を二つ紹介して終わりにするぜ。一つは、漢中の死後、英雄が姓にやってきたこと。真の寵児だぜ。漢中を失った姓でその代わりとなろうとしたんだぜ。漢公は寵児の才能を見抜き、歓待して娘を嫁がせた。二人の覇者が共に過ごしたのは一年間だけだったが、交流があったことは非常に興味深い事実だぜ。また、漢公は死の直前になって後継者を変えたが、それまでの後継者、後の高校には後見人をつけていた。それが宋の上皇だ。この上皇は理想主義者で、漢公の作った秩序を継ごうとしていた。この宋の上皇も覇者の一人とされる。漢公は他の覇者にも影響を残したのだぜ。漢公の晩年は漢中を失い、失敗も多かったが、最初の覇者として後世に多大な影響を及ぼした。漢公の没年は1643年。虚勢が落ちた時には、同時代の3人の覇者のうち、秦の墨公と宋の上皇はすでに、諸侯の位にあった。当時、姓に滞在していた秦の文公も加えた。この3人が次の時代をリードしていく。また、商鞅の命で姓と渡り合った、その姓王も存在感を発揮していくぜ。といったところで、観光の話は終わる。次回は宋の上皇と秦の墨公を紹介したいぜ。秦の文公はその後になりそうだけれど、よろしくだぜ。ではまた。